はい、どうも藤井です。今回紹介するのは、サイズです。80年代当時から好きではあったんですけど、CD とかは持っていませんでした。それが10年前ぐらいですかね、急に自分の中でサイズブームが起きまして、その時結構 CD を集めたんですけど、それでもずっと買ってないアルバムがありました。それがこのコレクションというアルバムです。なのですが、これがオリジナルアルバムには数えられていないのか、ネット上でもサードアルバムとして数えられていたりいなかったり、位置づけの難しいアルバムになってしまっているようです。今回はこれがどんな内容なのか喋っていきます。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを紹介しています。80年代の日本と英国を中心に徐々に範囲を広げていくつもりなので、よろしくお願いします。サイズはキーボードなどの松浦雅也さんとボーカルのチャカ安則真美さんの2人によるユニットです。1983年にプレイテックスという名前で結成され、1985年にサイズとしてメジャーデビューしています。ファーストアルバム Different View、 プロデュースはムーンライダーズの岡田徹さんです。岡田さんはコレクションを含まない3枚目ミントエレクトリックまでプロデューサーとして関わっています。いわゆるテクノポップ、エレクトロポップと言われる音楽性ですが、サイズが特徴的なのはフェアライト CMI というサンプリングシンセサイザーを主体にしてサウンドを作り上げていること。デジタルな感覚のキレの良いサウンドです。そこに乗るチャカさんのハイトーンなボーカルはみずみずしい印象、当時としては本当に斬新な新世代の音という印象だったと思います。1986年にはセカンドアルバムピクニックを発表。このアルバム収録のブランドニューメニューアナザーダイアリーが CM に使われていて、個人的にはそれがもう大好きで、あとウーマン S って曲も明石家さんまさんの番組さんまのまんまのテーマ曲に使われていて、聞きなじみのある曲でした。そういった好きな曲が多く収録された、まあ、大好きなアルバムですね。そして翌年1987年2月に発表されたのがこのコレクションというアルバムです。これがどういう経緯で作られたかというと、松浦雅也さんが NHK FM のサウンドストリートという番組を担当していて、その番組のテーマソングをマンスリーソングといって月1で作っていたようなんですね。1曲ごとに違ったゲストを迎え制作されたそれらの曲をまとめたのがこのアルバムということになります。では1曲ずつ見ていきましょう。1曲目は Wake Up。 こちらは番組のオープニングテーマになっていて、ゲストはギタリストの鈴木健二さん。こちらはもともとブランニューメニューの12シングルに収録されていて、そのリメイクになります。サンプリングをふんだんに使ったノリの良いこの時期のサイズらしいエレクトロポップです。2曲目はドリームスープ。こちらはゼルダの高橋紗友子さんが作詞、岡田徹さん、松浦さん作曲、歌はチャカさん、高橋紗友子さん、島崎夏美さんの3人で歌われています。ゼルダの空色帽子の日あたりを彷彿とさせるドリーミーな雰囲気の曲です。3曲目、本当の嘘。アコギデュオのゴンチチが参加したボサノバ調の曲です。作詞作曲もゴンチチのお二人です。松浦さんはゴンチチのレコーディングにデビュー時から関わっていて、この曲もほぼゴンチチの作品と言っていいような出来です。個人的にゴンチチはインストのグループだという印象が強く、歌が入っているこの曲はとても新鮮に思いました。4曲目はビー玉坂。ピアニストの村松健さんと松浦さんの2人のピアノによるインスト曲です。マイナー調のちょっとエモーショナルな感じのピアノ曲ですね。5曲目、ウーマン S。 セカンドアルバム収録のウーマン S のボサノババージョンです。クジラの杉林康雄さんがコーラスで参加しています。オリジナルがアップテンポのノリの良いエレクトロポップだったのに対し、アコースティックで優しいアレンジになっています。
6曲目サイレントソング、バービーボーイズの今道智隆さんが作曲でギターも弾いています。この曲は後に歌詞を変えてバービーボーイズのアルバムリッスンにノイジーとして収録されました。当時バービーボーイズが好きだった自分は一聴して今さっぽい曲とギターのプレイだなと思い、一発で好きになった曲です。ノイジーよりゆったりとしたテンポで余韻を感じるアレンジになっています。バービーのノイジーもロックバンドらしい攻撃的な感じがあって好きですけど、このちょっと切ない感じで聴かせる、こちらが、より好きかなと思います。7曲目絵に描いたよりピクチャーです。作詞作曲はザ・トンナンシャーペの久保田洋二さん。デジタルなサウンドのロックンロールです。当時自分はザ・トンナンシャーペをアイドルバンドのように思っていたのですが、この曲を聴いてちょっと考えを改めました。サンプリングサウンドによるテンポの速いロックンロールに久保田さんの気だるいボーカルが乗ります。激しめのサウンドにほとんどウィスパーボイスと言っていいような歌を乗せる手法は、どこかジーザス&メリーチェーンを彷彿とさせるような、そう思うのは自分だけでしょうか。ともかくめちゃめちゃかっこいい曲です。8曲目は風の中で、ボーカルで楠瀬誠志郎さんが参加しています。楠瀬さんは後にほっとけないよなどのヒット曲を出すシンガーソングライターですね。この曲は最初アカペラから始まり、クラシカルなアレンジになっていくというバラード曲です。いわゆるカノン進行が使われていますね。楠瀬さんの透明感のあるボーカルがとても印象的です。ちなみに自分いつも楠瀬誠志郎さんと佐喜彌健次郎さんがどっちがどっちかわからなくなるんですよね。これほっとけないよが楠瀬さんで、もう一度夜を止めてが佐喜彌さんと言われればわかるんですけど、なかなか覚えられない。でこの CD を最近買い直すまでずっとこの曲を歌っているのは佐喜彌健次郎さんだと勘違いしていました。まあちなみにこのお二人は旧知の仲だそうです。9曲目は私は流行あなたは世間、こちらはファーストアルバムに収録されていた曲のインストゥルメンタルバージョンです。チェリストの溝口はじめさんが編曲をしたオーケストラアレンジになっています。エレクトリックな楽器を使わない純粋なストリングスでの演奏になっており、映画のエンドロールのような印象を受けます。以上全9曲収録のアルバムでした。はい、で自分はこの当時このアルバムのほぼ全曲を FM ラジオからエアチェックしたカセットテープで聴いていたんですね。しかしこの最初に言ったサウンドストリート、この番組を聴いていたという記憶もあんましないのですが、でもほぼ全曲を撮っていたということはやっぱり聴いていたのかな。まあ当時からサイズは好きではあったので、ちょっとその辺の記憶が曖昧なのですが、まあそのカセットテープをよく聴いていました。いわゆるニューウェーブ、テクノポップのグループだと思っていたサイズが、いろいろなアーティストとコラボすることでバラエティに富んだ広い世界観を持ったアルバムを作った。で、まあ、言い方を変えると一曲一曲がバラバラでまとまりのないオムニバス的な作品とも言えますが、当時の自分にとってはどの曲も新鮮で印象的で、それで、まあ、最近この CD を買ったんですけど、正直言うとそのカセットテープを聴いていた時以来なので約30年ぶりぐらい、そして実際にアルバムとして聴くのは初めて聴いた形になるんです。しかし歌に入っている曲に関してはもう本当に鮮明に覚えていて、数十年ぶりに聴いたという気がしなかったですね。もう懐かしいとかじゃなく数日前まで聴いていたような感覚でした。それくらい一曲一曲が鮮明で、鮮烈でインパクトがあったんでしょうね。その後のサイズですが、このコレクションと同じ1987年にミントエレクトリック、翌88年にノンフィクションとコンスタントに作品を発表していきます。それとともに音楽性を広げ、まあ普遍的なポップソングをやるようになり、一部ではニューウェブ界のユーミンと言われたとか言われないとか、そうやってエレクトロポップの世界可能性を広げつつ活動し、1996年に解散しています。
改めてアルバムを順を追って聞いてみると、デビュー当時のいわゆるテクノポップニューウェーブ的サウンド立ち位置から音楽性を広げ飛躍するきっかけになったのがこのコレクションだったんだなと感じます。サイズ解散後、松浦雅也さんはプレイステーションのゲームパラッパラッパーの企画を立案し制作するなどをしています。これはリズムアクションゲームの元祖と言われているようで、これは結構大きな業績ですよね。チャカさんは自分のルーツであったジャズのカテゴリーで、シンガーとして活動し高い評価を得ています。と、非常に秀でた才能を持った2人によるユニットだったサイズ、どれも本当に良い作品ばかりでおすすめなのですが、その中でも企画ものという扱いで見過ごされがちなこのアルバム、これも本当に良い曲ばかりなので機会があれば、聴いてみてください。はい、というわけで今回はサイズを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。